J の英語スキルブースターこんにちは、J こと早川浩司ですこんにちは、アシスタントのみどりですこの番組は英語力を高めたい方に向けて仕事や日常で英語を活用するためのコツ英語学習のヒント、インタビューなどを通して英語へのモチベーションとスキルを高めるための番組です J さん今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。今回はインタビューです、えー。今回はですね、中国語コーチをされている伊地地太郎さんへのインタビューです。えー、実はは伊地さんは 英語コーチもされていた経験がありますので、伊地知さんの経歴とそれから今の仕事について前編ではお話を伺います。それではインタビューお聞きください。今回は語学コーチングスクールカレッジ代表の伊地知太郎さんにお越しいただきました。伊地知さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ今伊地知さんってお呼びしましたけども、まあ本名伊地知太郎さんで、はい、ニックネームが、はい。 二郎さんそうです、はい、ここはまず深いはてながあるんですけど今日二郎さんとお呼びしますけども、はい、ななぜ太郎さんが二郎ささんなんんがですかあの全部話すとちょっと長くなりすぎるんであのかいつまんでお話しするともともと私メーカーで勤めていてで副業禁止だったんですね、はい、時効かなと思ってるんですけどうんでただどうしても中国語を教えたいっていうのがあってちょっと名前を変えて。 中国語を教えようっていうので「次郎」だったりとかあとは長くバンドやってたんですけど、はい、なんかその時にもちょっと名前を変えてっていうので「次郎」にしたりとかなんかそんないろんなことがありましたが。それにしてはちょっと <laughs> <laughs> 微,微,妙微妙な <laughs> 人のニックネーム微妙って思っ <laughs> てたら <laughs> 太郎さんが二郎さんってこれはかなり簡単な推測で見つけられちゃうような気がするんですけどあ、ま、ただ小説家の浅田二郎さんが大好きだったりとか,あ,そかあとは吉田松陰が大好きなんですけど幼名、はい、が虎二郎とかそういったなんかちょっと二郎という名前が好きだみたいなのもあったりしました。ラーメンも ラーメンはごめんなさい、あんまり。<laughs> <laughs> なかなか噛み合わない, <laughs> い。はい、<laughs> ですね。ということで、今日は二郎さんにお話伺っていきますけれども、二郎さん、コーチングスクール、カレッジを立ち上げて、はい、まあ今はえ語学学習コーチとして活動されていらっしゃいますけれども、はい、どのような方に、どのようなサポートをされていらっしゃるんですか基本的には社会人の方で、中国語とか英語を学びたいなという方で、えー、かつ、こう、 最初どうやって学んだらいいのかよく分かんないとかあるいはすでに学んでるんだけどちょっと伸び悩んでてなんか突破しなきゃいけないんだけどどうしたらいいか分かんないとか,なんかそういった方たちに対して専属のコーチがつく形で勉強の方法をお伝えしてかつそれを継続するためのこうメンタル的なサポートみたいなところまで総合的にやってるという感じですこれ中国語と英語っていうことですねはいそうですね。 これまたどうして中国語なのかっていうところはまた後で見ていたいと思いますけれども実は二郎さんキャリアコンサルタントの資格もお持ちなんですよねそうですねはい、はい、これは<あ>コーチになってから取られたんですかそうですそうなんですよでこれもなんかもともと割と語学,学学ぶ方とかって単に趣味として学びたい方ももちろんたくさんいらっしゃいますけど結構こう本気で学ぶぞ っっててていいいいううう方とととかかは割とこう自分のキャリアと絡めてこ風うううになっていきたいからだからえ自分はこの中国語とか英語とかを学ぶんだという方が結構いらっしゃってでそういう方の相談を受けることがすごく多かったんですね。なのでそういったキャリアの部分のサポートもできるようにしたいなしかもこうちょっと中途半端じゃなくてちゃんとサポートできるようにしたいっていうところでキャリアコンサルタントの資格を取ったっていうのはありました、うん。 で実はそのコーチになる前は企業の海外人事担当としてのお仕事もされてらっしゃったということですよねメーカーで海外人事の仕事をしていてでそのキャリアコンサルタントを取ろうと思ったきっかけは当時の先輩とか上司がみんな取ってたんですね<ー>でそれはもう辞めたずっと後なんですけど、はい、本当に数年前、うん、久しぶりに以前の職場の、まあ、メーカーの先輩とか えー、上司ですねと飲んだ時に「なんか最近こんな資格取ったんだよ」みたいな感じで名刺見せられて「えー、そんな資格あるんですね」と「で何やるんですか?」みたいな話を聞いたら「えっんかじゃあ自分がやってることそのままでそれがちゃんと国家資格なんで国家資格として認めてもらえるんだったらえ「じゃあ取らなきゃなんかもったいないな」みたいなのも あなるほど討論っていう感じでしたじゃあ意外ともともと海外人事担当の時に赴任のサポートをされていたっていうことですけども、はい、まあそういったのはもう完全にキャリアのサポートをされてた、はい、そうなんですけど、はい、あのちょっと言い方はこれ選ばなきゃいけないかなと思うんですけど私が当時新入社員だったつまりすっごい若手だったなんで経験とかもなかったっていうところもあるんですが。 割と事務屋さん的な位置づけが、えー、強くてなので手続きをどういうふうにしたらスムーズなのかとかあとは何て言うんですかね海外赴任に行く方とかって簡単に言うと、まあ、お給料が変わって手当がついたりとか、うん、どういった家に住んでいいのとかそういうルールが決まってると思うんですけど、はい、そのルール作りみたいなこうちゃんとスムーズに事務が 行われるようにかつ公平に行われるようにっていうところにすごく力を入れてるようなそういう必要があったんで、はい、こう少なくとも当時は自分の未熟さもあってキャリアのサポートをできてるっていう認識は正直あんまりなかったです。人へのサポートというよりはその、まあ、書類だったり手続きだったりをスムーズに生かせるためのサポートっていうそうです、ね、かなでこれ。 実は今はこれもあんまり大きな声で言えないですけど本当は今の自分が当時の仕事できたらもっと多分貢献できるだろうなもっと違う形で活躍できるんじゃないかなとかは思ったりしますね。まあでも手続きがなかったら駄ですもんね。まあまあもちろん、うん、めちゃくちゃ大事な仕事なんですけどね,ねめちゃくちゃ、はい、はい。じゃあそこでこうもっとこういう力があったらなっていうのは。 場所は違いますけど今はそのもっとこれができたらなっていうのを今されてるっていう感じですかね,あそ,うすねそういう意味だとそうすると、まあ、コーチングスクールを立ち上げて、うん、キャリアで悩んでる方、うん、まあそこにはやっぱり言葉英語中国語が絡んできて、うん、まあどのように まあ今後のキャリアを作っていくかっていうところのまあサポートも今されてると思うんですけども、はい、どういった悩みの方が今多いですかあ悩みですかそうですね、うん、なんか今パって思い浮かんだので言うと「やりたいことが分かりません」とかう,ーんうんで。 なんとなくなんだけど自分の道はこのままこれでいいのかどうかの不安だけはあるんだけど、はい、具体的にどう不安なのかでどうなっていきたいのかはあんまり分かってないっていうなんかちょっと漠然とした不安を持ってらっしゃるっていう方は一定数いるなっていう感じはしますね漠然とした不安って一番不安ですよね一番、ね、そうですね何が不安かわからないことが不安っていうほどですよねそうですね なんでそれこそキャリコン的にはどういうときにそれを感じるのかとかっていうのをちょっと紐解きながらそれを具体化していくみたいなことも必要だったりすするなという気がしますね、はい、そ,うかそれがだんだんとやっぱり自分と向き合っていくっていうことそれこそ、まあ、コーチングでよく言われるのは、うん、答えはもう相手の中にクライアントの中にあるっていうのはよく言われますけども、はい、あれは正しいですかあそうだと思いますね。うん,うん うん、それを一緒に、ただ答えはクライアントの中にあるんですけど、クライアントもそれを認識してなくて、見つけてるわけじゃないので、うん、一緒に、なんか感覚としては、憑依しつつ、一緒にそれを手探りで探していって、あこれっぽい、これっぽいみたいなのを見つけていくみたいな感覚はあるかなっていう気がしますな,なんかもう、内面の二人羽織みたいな。感じですすねそそそそうそうままさにそんなし見つけた時って、はい お互いすっごい嬉しいですよねきっとグッときますね、はい、それはそそうです,、ねですね、そのモヤモヤっていうのは、まあ、英語だったり中国語だったりっていうのをなぜやらなきゃいけないんだっていうモヤモヤなんですかそれともこれはやりたいやらなきゃいけない分かってるけど<ー>俺は何のためにやるんだ今後これをどうやって使っていけばいいんだっていうなんかど,どういういい悩みが多いですかあどちらかというと今おっしゃっていただいた中国語をやりたいとか。はい 英語をやりたいいいっっててうこと自体は定まっているうん、うん、ただなんか続かないんだよねとかうんあとはまあそうですねというケースは結構あってでその場合にはその中国語を学びたい英語を学びたいっていうことが自分の何とつながってるのかが見えてなかったりとかすることがあるのでそのつながりを探してあげる必要があるっていうケースは まずありますねなるほどであとはそもそもちょっとこう例えば私とか無料のカウンセリングとかをやってますけどにいらっしゃる方の中には「やりたいです」っていうふうに言って切ってるんだけれどもよくよくお話をお伺いするといやー今語学じゃないよねこの方にとってはそういういのもあるんです、ね、っていうのはありますね。<ー>でその時はもう 語学やめて今あなたやった方がいいの多分これだよねっていうのを一緒に見つけられたらもうそっちの背中を押すというかそうかあえて、まあ、相談に来たのできっと語学で悩んでるんだろうなと思ったら、うん、実は違う悩みでっていう。はい 僕もキャリアコンサルタント試験の勉強していて、まさに面談してると、それですよね、そんなばっかりですよね、そうです、僕の悩みとかも多分そうなんでしょうけど、この悩みで来たんだけど、実は違うところにあったみたいな、そうです、そうです、そうですね、ね。多分そこがはっきりしてると悩まないかもしれないですね、もしかしたらでも、つながりがもうばしっとはっきりしてて、これやればいいよってなってると、っていうのもあるかもしれないですね。 そうですねあと方法を知るだけとかだと別に内面と向き合う必要ないですもんね。確かにそうですね。そういう意味ではこの道を行けばアントニオ猪木じゃないですけどはい、はい、どうなるものかじゃないですけど <laughs>、はい、分からないわけですよね。はい、まあ中国語の道行きたい英語の道行きたい、うん、けどこの先に何があるか分からないし、まあ、このまま行っていいのか分からないというところで、まあ、相談に来るという意味では。はい 二郎さもともとやられていたあの手続きをスムーズにするっていう何かそこに結構つながっていくのかなっていうふうには当です,か感じがす今すごい綺麗につなげただけではないですか <laughs> <laughs> 無理やり <laughs> どうなんだろうないやあのこれも言っちゃちょっと私の経歴的に、えっと、海外人事の経歴経験がありますっていうのはまあきっと武器になるだろうなと思って載せてるんですけど、うん、正直当時は もういっぱいいっぱいだったしかつもう嫌だったんですよ。嫌だったあもう俺は中国語教育やりたいのになんでメーカーの人事にいるんだろうこんな場所で働くはずじゃなかったのになあって思っているクズ社員だったんで <laughs> <laughs> 根気よく当時面倒を見てくれた先輩とかは本当に今もう。 頭が上がらないですしすっごい感謝してるんですけどあのそう当時はちょっとそんなモードだったっていうのがあ,<ー>あのー、そうですねちょっと肩書き見てすごいと思ってくれた人はがっかりするかもしれないですけどあの経歴としては映えるかなとは思いますけど正直そんな感じちょっとグダーっとした感じだったんで。はい 今、私つながりあるんじゃないんですかって言われて、は、うん、てって思ったのは、たぶん当時、全力尽くしてなかったからな気がします。うん、なるほど。二郎さん正直者です、ね、<laughs> <laughs> そ,うそうですねそれが二郎さんのいいところなのかもしれないですよね。あの嘘つけないっていう感じですかね。だから、かなり人から信頼されますよね信用もされますよね。はい んでもまあ単純にでも嘘をつくと苦しくなりますよ、ね、つ、まあね、っているだけかもしれないですけどあいやでも、本当にこのインタビュー聞かれていてこの二郎さんの素直さっていうのがいい、はい、多分あのイヤ,ホンイヤホン使っている方はイヤホンから流れ出てきているのかなと思うんですけどもあまで、まあ、海外赴任に関してその手続きのまあサポートの部分 をメインにされて,いてまあ100%の力入れてなかったにしても、はい、まあ今はやっぱりそういった赴任、まあ、を目指す方のサポートをしていたりとか、うん、まあ言葉の部分でもそうですしマインドの部分でもそういうサポートあると思うんですけども、はい、海外赴任をしてみたいっていう方もリスナーの中にたくさんいらっしゃると思うんですよね。はい、で日本にいる間にこれはやっておいた方がいいとかその海外赴任をしたいのであれば こういうことを意識しながら生活だったり仕事だったり、まあ、もしくは英語学習中国語学習ほ、まあ、他の言語かもしれませんけどなんかどういう意識で取り組むべきだと思いますかあ、えっとこれそうなんですよね実際に直近も海外駐在の仕事がしたいですという相談を受けたこともあってうん、うん、で私だとちょっと知見が足りないなと思って。 いわゆる海外駐在を専門にしているような転職エージェントの方にちょっと相談しに行ったりしたんです、はいうん、でいろいろお話をお伺いしながら、えっと、まず一番は絶対全力で仕事した方がいいと全力で仕事する、はい、というのが、まあ、あるいは全力を注げる仕事を探すでもいいと思うんですけど、はい、というのがやっぱり語学力だけで、うん、あの自分の立場的には 中国語やりなよとか英語やりなよっていうのが絶対あるんですけどただ語学力だけで海外駐在のポストって決まるものじゃなくてむしろそれってだいぶ二次的な要素になってくるのでそういう意味ではえこの人だったら送り出しても大丈夫だよねって思われるような仕事の成果をしっかり出すっていうところの方が大事かなという気がするのでまずはそれ。 うんうん、とあとはただとはいえこの人海外行っても大丈夫だよねっていうようなことも見られるには見られるので、はい、そこではやっぱり英語とか中国語のしっかりスキルも身につけてうん、うん、かつできれば多分まあ資格とか取った方が、えー、他の人にはどういうレベルなのかなとかそういうのは見えやすいので資格なんか取った方がいいかなというところうん、うん、あとこれはここまでやってる人多分いないんでやった方がいいですよというよりは。 ここまでやってたらすごいなーっていうことで言うと現地の中学とか高校の教科書とかを読んだりするのはすごく文化の理解にはつながるなーと思っていてなるほど、はい。ああの人たちってああいう行動をとるのってこういう教育を受けてるからなんだなーとかでそれをやってる方が実際にいらっしゃったんですね<ー>受講生の方で。はい でそれを見てちょっと私は感動しちゃってで確かに教科書を見たら日本の教教科書と教え方が全く違う、はい、それだけでもああだからかとあいつが悪かったわけじゃないんだなと<ー> <laughs> そ,うそういうものなんだっていう捉え方ができるなっていう気がしたのでなんかそういうのはちょっとエッセンスとしては面白いかなっていう気が 確かにそうですね学校の教科書って、まあ、言ってみれば思考のマニュアルみたいな感じですもんね。うん、そ,うそうなんですよね、うん、っていうのはちょっとありましたかね。確かにこの国の人はこう考えるとかっていうのを普通の本で読んでも、うん、あそうなんだなで終わりますけど教科書読んであこういうふうに学んだらそらそう思うよなっていうい本当そういういことなんですよね追体験もできますもんねできますね。 それ面白いですね面白いですよねその方には教科書現地のやつ買ってきてお土産でもらいましたけおってちょっと興奮しながら読んじゃいましたけど結構本屋さんに売ってますもんね売ってますよねそうですよね僕もフィリピン行った時に教科書興味があっていろいろ読みましたもんちなみに歴史の教科書とか政治経済みたいなんかそっち系のもありましたありましたあの辺結構結構すごいですよね 結構そうですね。あこういうことを学ぶんだみたいな、まあ当然日本の教科書には載ってないようなことは当たり前ですけどね。ねフィリピンの歴史じないですからね。うん。しかもまあ英語中国語っていう意味で言うと割とこう国の体制が違う。あ,あ、そうですね、うん。ところの教科書なんかはまた、はい、面白かったりしますね。中国語はまたいろいろ全然違った感じなんでしょうね。ねそうなんですよね。 なるほど、はいあ。それはもうコーチングを受けながら伸ばしていくというよりは、自分自身で意識的に取り組んでいく部分ですよね。あ、そうですね。もうこれしかもその方がもう興味があって、あの読んでらっしゃいましたね。<ー>それは。でもそういう意識があることによって。 まあ言葉に対しての取り組みもまた変わるでしょうし、うん、文化に対しての見方も変わりますもんね。すごく変わると思いますね、うん。最終的には言葉できるようになった後、はい、何で困るかって文化ですもんね。いや本当そうですよね。<laughs> いやもう言葉だけできれば、ねなんか英語できれば英語人になれるかというとそういうことじゃないですよね。ねえー、本当はそうだったら楽なんでしょうけどね。うん。まあでも日本語喋ってても。 結局ぶつかるのって最後文化ですもん、ね、あそうですすねそう <laughs> 同じ文化共有してると思ってても結局共有できてなかったみたいなんかね誰か,が誰かが言ってたツイッターかなんかで見たのかもしれないですけどああすっごい中国語勉強したと思ったんだけど私はただ中国語のできる日本人だって言ってる人がいてうわー、うん、あっすごいそれそうだっていうのは。 っと思いましたねでもなんかどっっかでそれ気づくタイミングってありますすよよねねそうである程度英語できるようになってきたな、うん、でコミュニケーション取れるけどある瞬間に、うん、ああこれ言葉だけでは足りないなっていう、うんうん、ありますよね,ありますよねじゃ次郎さんのコーチングではやっぱり、まあ、もちろん言葉中国語、はい、英語っていうのもありますけどその文化的なところのこう マインド的なサポートもされるんです,か、えっと、ですねそこは何かカリキュラム的なサポートっていうのはないのでもし必要であれば、えー、こういうのを調べてみたらいいかもねとかうそういった一緒にこうこういうのを知りたければじゃあこういう選択肢がありそうだねみたいなのを一緒に探っていくっていうことはしてますけど、はい、何かカリキュラムで、えー、文化講座とかそういうのがあるわけではないです、ね、な,るほどなるほど文化講座もなんか 設定するのはそんな大変じゃないんでしょうけどはい、はい、知識として入れても確かになんかあんまりそれ対応できるものではないですもんね。まあそうないより、ねうん、は絶対いいんでしょうけどね。やっぱどこかで体験すするものっていう感じですよねちょっとここで話ちょっと変わりますけども、はい、あの次郎さんコーチの育成とかはい、はい、あとコーチングスクールの監修等もされてきたと、うん。はい っていうことですけれども、はい、もうそもそも次郎さんがコーチングスクールカレッジを立ち上げたっていうのは、はい、これどういう一説なんですか。これはこれはちょっとあのそうですね、若干長くなっちゃうかもしれないですけど、もともと私英語コーチングスクールに勤めてまして。あ、そうですよね。もともと英語からなんですよね。はいはい、そうなんですよ。はい、これもちょっと遡ってお話しますと。はい メーカー,のメーカー勤務をしていてでメーカーで7年半かな勤めてでどうしても語学コーチになりたい、うんうん、で自分の専門は中国語だったんで、はい、中国語のコーチになりたいって思ったんですけど10年前だったんで中国語のコーチっていう仕事がまずなかったんです。うんでもっととと言ううう英語ののコーチングというのは最近割とこう えー、まあはってきてるかなという気はするんですが10年前は日本で1社しかなかったんですね、はい、でなのでそこにこう興味を持って見てたんですけど、うん、そしたらその英語コーチングスクールの、えー、サイトに「中国語コース」っていうのが書いてあったんですよ、はい、あじゃあ中国語のコーチになれるかもと思って、はい、で面接に行ったら「いやちょ書いてはあるんだけど」 あんまり中国語を学ぶ人もいないしないんだよねなかったんですよはいなかったんですよね <laughs> で,よねで英語コーチとしてだったら採用するよと言われてじゃあ本当は中国語のコーチになりたいんだけどまあ一旦語学コーチング業界に身を移そうと思ってで英語コーチとして転職をしましたで英語コーチングスクールでだいたい4年ちょっと めてたんですけど、まあ、ちょっとだん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 そこでの限界というかできることの限界なんかも感じてたときになんか急に投資家が声をかけてきて大丈夫ですかいやいやだめなんですけど <laughs> 結,果結果私にはだめだったんですけどそうあの <laughs> 怪しそうですよね投資家が声をかけてきてフ <laughs> フェいいバフェッットトででですすかはなもうちょっと多分小規模な <laughs> <あ>おそらく <laughs> で えー、これから中国語のコーチングがきっと流行りますと。はい、というのがもう英語のコーチングがわりとこう、うん、流行り始めてたタイミングだったので、えー、中国語も流行りますとだから中国語のコーチングスクールやるから来てくださいって言われて、はいうん、でちょうど前職の英語コーチングスクールでできることにちょっと限界を感じていて、うん、じゃあ自分ビジネスのことはよくわかんないけど質の担保は自分がやるぞというつもりで。 でビジネスはその投資家に任せると、うん、でやりますって言くに行ったんですけどで前職にはやめますって言って、はい、でこっちにはやりますって言って、はい、で始めようと思ったんですけどやろうと思ったらやっぱりどうしても投資家のお金入ってると利益をとにかく出さなきゃいけないまあそうですよね、はい、なんでもう絶対それがもう市場命題になっちゃうんで、はい、早くマニュアル作ってくれとうん、うん、拡大するんだとでそのマニュアルを読んだ人が もうなんか翌日コーーチとしてデビューみたいな,お<ー>なんかそんな世界が広がりそうになってて「はい、無理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 と」と自分がやりたいことじゃない全然それはと。それは二郎さん太郎さんじゃなくて「はい、金太郎を作る」じゃないんだと「金太郎飴」じゃないんだと <laughs> じ,ゃじゃないんだということでそれでそっちに「も無理です」と「お<ー>もう一緒にやりません」って言って、はい、その日から無職になっちゃって。 そっっかもう辞めちゃったんです、ねはい、前のスクールには辞めるって言ってで新しいところにジョインするはずだったんだけどちょっとこの方針は無理だと思ってそっちも辞めますでなんか急にあれなんか <laughs> ちょっと転職するぐらいのつもりだったのに無職だうわなんか野球出たら FA 宣言したら、はい、どこも取ってくれずに、はい、まあどちらかというと決まってたのに、はい やっぱやめますって言って元のチームに戻れずああさあどうしようってことですね野球が全くわかんないんですけどそれです <laughs> <laughs> そんな感じです <laughs> え、その後ど,どうされたんですかあそう、それでえっ、ー、とどうしようと思ってたら理想があってやめてるわけなんで逆に言うと理想はもうはっきりしてたんでじゃあちょっとそっちに向かって頑張ろうっていうことで割とすごい晴れ晴れした気持ちで うーんなんかもう理想追求していいんだっていう特に誰とのしがらみもなくなったんで、はい、じゃあ理想追求しようっていうことで、えー、カレッジを作ってで最初は1人なんで,、はい、でクライアントもいないんで、うん、なんかコーチですって言ってるけど俺クライアントいないけど本当にコーチなのかなとか思ったりしながら<ー>でサイトを作って、えー、ちょっと SNS なんかも始めて、はい、で全くよく分かんなかったんで。 なんかそういういマーケティングが得意な人のところに相談しに行って何したらいいんですかねみたいなでブログ書いたらいいよとか言われたんでじゃあブログ書こうっていうので書いたりしながらでそしたらあの、まあ、過去のご受講生のご紹介とかでちょっとずつ、えー、受講してくださる方が増えてっていうのが最初でしたね。ーあのコーーチングスクールカレッジ こう耳だけで聞くとカレッジってこう大学の方かなと、はいね、思うんですけどこれはカレッジはあの勇気の方ですよね。ねはいはい、これはなぜカレッジにされたんですか、えー、なんかもうまさにこうなんていうんですかねこう自分で自分の人生を決めるときってすごく勇気がいると思っていて。 でいろんんな人が反対するんでするでよね、はい、あの私がその前職のメーカー辞めた時も、えー、両親からずっと反対されてしかも大手のメーカーだったんでん最後の最後まで今でも忘れられないですけど電話越しに母が「私は反対ですから」っていうのを最後の最後まで言い続けて電話切れて「<ー>まあそうだよな」と思いながらだからこう、ね、いろんな人のしかも。 大事な人の反対とかがある中自分の人生はでもこうなんだよねって言ってちゃんと自分の意思を決めて踏み出すことってすごく勇気のいることで,でしかもその結果って全部自分で引き受けなきゃいけないんでそうですね、うん、すごく勇気がいるんだけどでもそれこそが幸せになっていく道で<ー>なんでその勇気っていうところを一緒に持って一歩踏み出すっていうサポートがしたいなっていうところなんで正直言って 語学でも何でもも何いいいと思っていて語学じゃなくてもいいと思ってて、うん、でただたまたま自分たちが一番貢献できるのは語学教育とそういう勇気を持って踏み出すっていうところの掛け合わせだよねっていう気持ちがあったんでそれで「カレッジ」っていう名前にんか、うん、そうですねラン「ランゲッジなんとか」とかなんか別にそういうのもそれでいいんですけどそういうのにしたい か、したくはなかったという,う,う言語に限らずっていう。<laughs> そうですね。やっぱり一番重要なのは、さっきもおっしゃいましたけど、まあ、幸せっていうのは。まあ、最終的には。全員幸せを追求して、まあ、生きていると思うんですけど。そうか、その前には勇気が必要なんですね。追求する勇気が必要だと思ってます。なるほど。まあ、そういった意味では、今、学習者に向けて、その勇気を。 まあ出す、まあ、お手伝いをされていらっしゃると思うんですけれども、まあ、一方でこうリスナーの方の中にはもうそのコーチっていうものを、うん、英語コーチですね、まあ、最近流行りでありますけれども、まあ、そういった仕事をされている方もまあ多いと思いますし、うんはい、あともうすでに英語コーチされている方とかこれから英語コーチ、まあ、挑戦したいなっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、はい、その英語コーチとして活動していくにあたって。 二郎さんから見てこれは大事まあそれは一つじゃないと思うんですけども特に大事なことって何だと思いますか二つでもいいんですか一つはやっぱりこう自分が大事にしているものを知るっていうところで自分の軸じゃないですけど、うん、なんか人によって例えば、うん、中には発音に特化しているコーチとか。うん あるいはリーディングに特化しているコーチとか何でもやりますよというコーチとかいろいろいらっしゃると思うんですけど自分はどの分野が大事だと思っていてどういう人の助けになれるのかなっていうところをはっきりさせておくでもしはっきりさせた結果力不足だっていうふうに感じたらそこは伸ばせばいいと思うんですけどそこが一つ絶対大事だと思っていてでプラスもう一個が集客っていうところかなと。 集客、はい、特にさっきクライアントいないのに俺コーチなのかなって思ったっていう話をしたんですけど結構結構答えるんですよ誰もクライアントがいない中なんか本当にコーチなんだかなんだかよく分かんなくなってきちゃうあ<ー>、うんです,ですよね一応コーチだって言ってるけどうん、うん、クライアントありきでのコーチでしかも必要とされてないのかなとかも思ってきたりとか<ー>で一つすご すごい印象に残っってる言葉があってえー、私の受講生の中にもうすごいプロのマーケターの方がいらっしゃってその方に言われた言葉で「なんか次郎さんもうちょっとカリキュラムの改善だ」とかいつも言ってるんですけど一旦それちょっと置いて「マーケティング頑張ってください」って言われて「何、えー、でですか?うん」と「いや今コーチングを受けてて私にとって。 その100点を二郎さんが101点とか102点にしようとしているように見えます。なるほど、うん。僕からしたらどうでもいいですって言われて、うんうん、それだったらそれをもっと届ける努力をしてくださいって言われてすごい衝撃的で<ー>なるほどと <laughs> なんかあそうだよなと。でとはいえ ととは言えちょっと気質みたいなのもあるんで101点にしながらしながらかつ広げる努力をした方がいいかなとは思ったんですけどあのあでもそういうふに見えてるんだなしかも自分が頑張ってることどうでもいいってはっきり言ってくれるまあその方にはすごく感謝してるんですけどっていうのもあったんでなんか届けるっていうことの価値っていうのも大事に感じてもらうっていうのは独立しようとしてる方とかしてる方にとっては大事なんじゃないかなとは思います。 ぜひあのコーチングデビューしようかなと思っている方は、はい、ぜひ参考にしていただけたらと思います、はい、前編はここまでということですね後編では実際に英語それから中国語まどのように学んできたのか、はい、この辺りに焦点を当ててお話を伺いたいと思います次、はい、郎さんまずは前編ありがとうございましたありがとうございました第227回をお送りしました J さん、は七、い、月はいくつかのテストを受験されたんですよね。そうですね、えー。いくつか受験しました。えー、まあ種類で言うと二つ、はい。種類で言うと、はい。ですね。はい、で回数で言うと六個。 わすごいですね六 <laughs>、ね、個毎週一二個はあるという感じですねそうそうですね一、はい、つはあのキャリアコンサルタント試験ですね国家資格国家資格のやつですね、はい、がえっ、ー、と筆記が一回とはいあとはロールプレイの方ですね、はい、が一回ですごいですねでトイックの S.W. はい とトーイックブリッジの S.W.、うん、これは同じ日、はい、同じ日にじですね午前中と午後で S.W.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  話して書いて話して書いてという日日ですかね,すね話して書いて話して書いてですねはい、うんはい、で、えー、その次の週がトーイックの L.R. と、はい、トーイックブリッジの L.R.、えー、同じ日にですか同じ日これも午前午後ですね <laughs> 聞いて読んで聞いて読んでですね。<laughs> すすごいですねこれは今回初めての試みですか ?1 日でダブル受験。ダブル受験初めてですね。同じ日にあると思って、はい、もし、受けようと思って、ね、<laughs> それがすごいです、ねはい。受けたらどうなのかなと思って。SW は、まあ、この収録からすると SW はあのちょうど終わったところですね。はいはい、やっぱり時間短いので、はいはい、そんな疲れっていうのはないですね。あ,はいはい、あと トイック SW の方が午前中ブリッジ SW が午後だったので午後のがまが優しめっていうよにな感じですよね。ただ、今週末この収録からいくと今週末が LR なんですけどブリッジが午前中午後が2時間なのでそれはどうかなっていうもしかしたら大変かもしれないなっていう。 またちょっとご感想楽しみに、はいそうですね、しかも会場が別々の会場なんですね。本当は SW は同じ会場でもあったんですね、はい、ブリッジ午前中、午後、あの普通の SW、はい、逆か、午前が SW で午後、ブリッジ SW というのは同じ会場でもあったんですけど、はいはい、僕が申し込むの遅くなってしまって、はい、もう SW がもう埋まってたんですよね。<あ>なので、あの別の会場なるほど、はい、じゃあ移動されて移動して。 LR、ね、はもともと別々の会場なのでしょうがないですけども、うん、で午前中の方がブリッジの方がまが家から遠い、はいはい、で午後の方うが家に近いということで<お>まあ行って、はい、まあ帰,帰ってくる途中にトイック受けてくるみたいな感じですかね、はい、すごいですね、うん、ちょっと立ち寄るみたいな雰囲気で時間トイック受けてこようかなみたいな <laughs> すごいですね<ー>さすがです、うんでまあ、これ受けながら どういうふうに学習したらこのテストをうまく活用できるんだろうなっていう、はい、その点数を取るための学習じゃなくて、はい、特に SW は点数を取るための学習ではなくてこのテストを活用してどういう学習をしたら実際に話すとか、はい、書くっていうのにプラスになるんだろうなっていうのを、はい、大事なとこれ公式問題集とか解きながらやればいいことなのかもしれないですけども、はい、やっぱりあの,あの空間だからこそ。 出てくるアイデアっていうのもありますし、はい、やっぱり周りの方も、うん、あのいますからね、はい、その雰囲気も見ながら、うん、どういうふうにしたらより効果的にテストを受けるんじゃなくてテストを活用してスキルを伸ばせるかっていうはい,いです、ねはい、それは SW も LR もそうなんですけど、はい、ちょっとそれを体験しに行ったっていう感じですね、うん、そこからの体験からの学びでシェアできることはありますか まあまずは SW に関してはその型をどれだけ持てるかっていうことだと思うので、はい、例えばじゃあネイティブだったら SW 簡単に満点取れるかっていうと多分違うんですよね、うん、まあ文法的には正しいものを書けると思うんですけども、はい、じゃあ話の構造とかしっかりと求められている情報を盛り込めるかどうかっていうのはこれは なんだろうあのネイティブかどうかというよりも、うん、しっかりとした語学力言語力を持っているかどうかだと思うのでそのあとう言語力としての,あの力、スキルを磨くという意味では、はい、SW はすごくいいテストだと思いますね。 あのト o イック SW に行くのではなくて、はい、トーイックブリッジ SW から入る方がおそらくやりやすいと思いますし型作りもしやすいと思うんですよ。 全然違うものではないのでブリッジの方が優しいですけど全然違うものではないのでブリッジに慣れてきたら今度は SW に挑戦してみるとかっていう方がいいような感じがしましたけどね SW は本当に採点するものって大体型がないと採点ってできないので完全に自由だったら採点しづらいのでそういう意味ではうまく型を使ってテストを受けてその準備として型作りをしていくっていうのはすごくおすすめですね。 ありがとうございます、はい、さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしていますメッセージは SNS やメールなどでお気軽にお送りくださいまた毎日配信の単語メールボケブラリーブースターもぜひお読みください J さん今週もありがとうございましたどうもありがとうございました right, Thank you for listening See you next week